ねえマリサ、神って魅力的だよね。いきなりどうしたんだ。魔人任務をやってて、七神の凄さに惹かれたの。かっこいいよな。でもたくさんいてどれを引けばいいかわからないのよね。じゃあ今回は初心者が優先すべき、七神確保優先度について紹介していくぜ。おお、すごく助かるわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。第5位は、ウェンティだぜ。モンドの神様ね。ウェンティは、風元素を扱う弓キャラだ。一番最初に出てきた神様だから、印象に残ってるわ。ウェンティの元素スキルは、単押しで風元素ダメージを与え、長押しで風元素ダメージを与えて、封印を発生させることができるぜ。フィールドとかにあるやつ？そうだぜ、元素スキルを使えば高所への移動や滑走することができるんだ。壁登りで苦労することがあるから移動が快適になるのは助かるわね。高所への移動ができるキャラは他にもいるんだが、ウェンティの元素スキルの強みはマルチでプレイヤー全員が飛べることなんだ。全員で飛べる、マルチの幅が広がりそうね。ウェンティの元素爆発は、暴風の目を発生させて、周囲の敵を吸い込んで、風元素ダメージを与えるぜ。吸い込まれた敵はどうなるの？敵が一点にまとめられるから、倒すのがかなり楽になるぜ。ただキャラによっては攻撃が届かないことがあるから注意が必要だぜ。片手剣キャラや小さいキャラは注意が必要ね。ウェンティの固有テンプ、暴風の目は元素爆発終了後、ウェンティの元素エネルギーを15回復してくれるんだ。元素爆発が回しやすくなるわね。そしてさらに、元素爆発中に暴風の目に元素変化があったら、該当元素のチームメンバー全員の元素エネルギーが回復するぜ。おお、パーティー全体で元素爆発が回しやすくなっていいわね。ウェンティは集敵性能と、元素エネルギー回復、探索性能を武器に、しているサポーターだぜ。いろいろと面白い使い方ができそうね。でもどうしてこの順位なの？正直、神は全キャラ優秀なんだ。ただ初期のキャラということもあって、他の神に比べるとキャラスペックが少し低く見えることがあるぜ。そうなのね。ウェンティを使うのに、おすすめの編成とかってあるの？あるぜ、今回は一つだけ紹介するんだぜ。ウェンティ、カヌ、モナ、ディオナを使った編成だ。凍結とウェンティの元素爆発で、集めた敵をカヌで一掃する編成だぜ。見たことあるわ。キャラが揃ってる人はぜひ遊んでみてくれなんだぜ。第4位は、雷電将軍だぜ。将軍様。雷電将軍は、雷元素を扱う槍キャラだ。将軍様は圧倒的な強者感があるのが、かっこいいわね。雷電将軍の元素スキルは、周囲の敵に雷元素ダメージを与え、チーム全員に25秒間、雷罰悪用の目を授けるぜ。25秒って長いわね。その目にはどんな効果があるの？雷罰悪用の目を持つキャラが攻撃をすると、追加で雷元素ダメージを、敵に与えてくれるんだぜ。ふむふむ。さらに、雷罰悪用の目を持つキャラは、元素爆発の元素エネルギーを基準に、元素爆発のダメージを上げてくれるんだ。元素爆発の火力が上がるのは最高ね。雷電将軍の元素爆発は、すべてを切り裂く無双の人たちを繰り出し、雷元素ダメージを与えるぜ。なんか響きがかっこいいわね。響きだけじゃなくて、演出もど迫力でかっこいいんだぜ。見た目だけで欲しくなっちゃうわね。元素爆発を使用した雷電将軍は、7秒間、無双の一心を使って戦うぜ。またかっこいい響きの言葉が出てきたわね。無双の一心状態の雷電将軍は通常攻撃、銃撃、落下攻撃はすべて、雷元素ダメージに変わるんだぜ。すべて。さらに、無双の一心状態の、雷電将軍の攻撃が敵に命中すると、チーム全員の元素エネルギーが回復するぜ。回復まで。そして、無双の一心状態の雷電将軍は、中段耐性が上がるぜ。効果がてんこ盛りね。ただ、元素爆発が90族と、原神内で一番重いから注意が必要だぜ。ロマン砲みたいでワクワクするわ。固有テンプ、死傷な5体は、雷電将軍の、元素チャージ効率が 100% を超えてる時に、超えた分 1% につき、無双の一心で回復する元素エネルギーや、雷元素ダメージが上がるぜ。ということは、元素チャージ効率をたくさん盛ればいいのね。そうだな、でも、回心率や回心ダメージ、攻撃力も盛らないと、火力が出ないから注意なんだぜ。火力を出すって意外と大変なのね。雷電将軍は、元素付着とチーム全員の元素爆発のバフ、効果力元素爆発を武器にしているサポーターだぜ。効果力元素爆発のサポーターって、サポートの概念がわからなくなるわね。でも、こんなてんこ盛り性能でも4位なのね。ああ、さっきも言ったが、神は全キャラ優秀だから大差ないんだぜ。雷電将軍を使うのに、おすすめの編成とかってある？雷電将軍、ベネット、シャンリン、ユクアキを使った編成や、雷電将軍、九条サラ、カズハ、ベネットを使った編成があるぜ。
上の編成は簡単に組めそうね。ライデン将軍は、火力もあって爽快感もあるから、アクション好きはぜひ、使ってみてくれなんだぜ。第3位は、フリーナだぜ。フリーナちゃん、私が一番好きなキャラよ。フリーナは水元素を扱う片手剣キャラだ。魔人任務を見てから、めちゃくちゃ好きになったわ。フリーナの元素スキルは、フリーナの章を盛り上げるための、ゲストを30秒間召喚するぜ。召喚されるゲストはフリーナの現在の、ある系属性によって、召喚されるキャラが変わるぜ。ある系属性？ある系はフォンテーヌキャラの特殊な性質で、ウーシアとプネウマの、二つの特性に分けられるぜ。難しいわね。今回はある系属性については詳しく説明しないから、気になる人は、ぜひ調べてみてくれよな。わかったわ。それじゃあまずは、ウーシアから紹介するぜ。少し難しいけど、できるだけ簡単に紹介するから、ついてきてくれなんだぜ。頑張るわ。ウーシアは、サロンメンバーの、タコ姿の、ジェントルマンアッシャー、タツノコ姿の、シュバルマラン夫人、ヤドカミ姿の、クラバレッタさん。この3体を召喚するぜ。みんな可愛い見た目と名前ね。サロンメンバーは一定時間ごとに、近くの敵に向けて攻撃をするぜ。この攻撃はフリーナの HP 上限を基準に、水元素ダメージを与えるぜ。HP 上限基準なのね。サロンメンバーが攻撃するときに、チームに HP が 50% を超えている。キャラがいるとき、それらのキャラの HP を消費してダメージを上げるぜ。自傷ダメージってことね。そうだな、その分上がるダメージも大きいぜ。次は、プネウマについて紹介するぜ。プネウマは衆の水の歌い手を召喚し、衆の水の歌い手は、フリーナの HP 上限を基準に、周囲のキャラの HP を、一定時間ごとに回復するぜ。攻撃と回復どちらもできるのね。ところで、ウーシアとプネウマはどうやって切り替えるの？銃撃をすることで、ウーシアとプネウマを切り替えることができるんだぜ。簡単に切り替えられるのね。フリーナの元素爆発は、HP 上限を基準とした、水元素ダメージを与えて、チーム全員がもろびとこぞり手状態になるぜ。この状態の時は何が起こるの？キャラの HP が減ったり増えたりすると、HP 上限から見た増減率を基準に、フリーナは 1% につき1ポイントの、テンションを獲得するぜ。マリサ、さっぱりわからないわ。簡単に言えば、HP100% から 50% になったら50ポイント、50% から 75% に回復したら、25ポイント、みたいな感じだぜ。なるほど、理解したわ。そして、フリーナの持っているテンションを基準にチーム全員の、与えるダメージと受ける治療効果を上げることができるんだぜ。チーム全員にバフ、最強じゃない。ああ、最強だぜ。ただ、テンションを最大まで貯めるのが大変だから、そこだけ気をつけないとな。そして、おまけ程度ではあるんだが、フリーナは元素スキル継続中、水の上を歩くことができるぜ。水上歩行、めちゃくちゃ便利じゃない。フリーナの元素スキルは、継続時間が30秒に対して、クールタイムは20秒だから、無限に水上を歩くことができるんだぜ。おしゃれな写真とかも撮れそうね。ところで、フリーナはどんな編成がおすすめなの？フリーナ、ヌビレット、カズハ、薬術の編成とかが強くておすすめだ。マリサ、編成難易度が高すぎるわ。全体回復を持っているキャラと組み合わせるのがおすすめだぜ。回復って誰がいるかしら？星5だったら、ジンや薬術、シグウィン、カンウン。星4だったら、ベネットやシャルロット、ヨーヨ、なんかがおすすめだぜ。少し編成を考えてみるわ。フリーナは効果力の召喚キャラと、チーム全員へのバフ、チーム全員の HP を減少させてしまう、デメリットもあるが、全体ヒーラーと組めば、どこを取っても強いので、ぜひ使ってみてくれ。第2位は、ナヒーダだぜ。ナヒーダちゃんは魔人任務で、心をつかまれて好きになったわ。私もナヒーダ好きだぜ。ナヒーダは草元素を扱う放棄キャラだ。放棄キャラってファンタジー感があっていいわよね。ナヒーダの元素スキルは、長押しと単押しで攻撃方法が変わるぜ。単押しで、周囲の敵に草元素ダメージを与えて、運守印をつけるぜ。長押しをすると、照準モードに入って、一定範囲内にいる敵を選定し、照準モード終了後に選定した敵に対して、草元素ダメージを与えて、運守印をつけるぜ。運守印って、何？運守印状態の敵は、一定の距離で互いにリンクするようになるぜ。ふむふむ。運守印状態の敵に元素反応を起こすか、双幻覚によるダメージを与えると、ナヒーダの攻撃力と熟知を基準に、運守印状態の敵すべてに、滅状3号を繰り出し、草元素ダメージを与えるぜ。難しい言葉がたくさん出てくるわね。ナヒーダの元素爆発は、領域、マヤの宮殿を展開するぜ。領域展開、マヤの宮殿。ちょっとまずいんだぜ。ナヒーダの領域展開時、チーム内に炎元素、雷元素、水元素がいたら、
それぞれ異なる効果を発動するぜ。それは一体でもいればいいの？ああ、一体でもいれば発動するぜ。炎元素がいた場合は、ナヒーダの滅状産用のダメージが上がるぜ。雷元素がいた場合は、ナヒーダの滅状産用の発動間隔が短くなるぜ。水元素がいた場合は、ナヒーダのマヤの宮殿の継続時間が伸びるぜ。さらに、領域展開時に炎元素、雷元素、水元素のキャラが、2体以上いたら、効果が上がるぜ。効果発動が簡単でいいわね。ナヒーダの固有添付、上前少女迷論は、チーム内で、最も元素熟知が高いキャラを参照して、その元素熟知の 25% を基準に、領域内のキャラの元素熟知を上げるぜ。元素熟知を上げたら強くなるキャラと、相性が良さそうね。そうだな、いくつか編成を紹介していくぜ。一つ目は、ナヒーダ、アルハイゼン、フィッシュル、勝利だぜ。この編成は激化反応を使用して戦う編成だぜ。草元素と雷元素で起こす元素反応ね。ちなみにアルハイゼンのところは、ディナリでも代用可能だ。初心者でも簡単に火力を出せるからおすすめだぜ。二つ目、ナヒーダ、ユクアキ、クキシノブだぜ。あれ？三体しかいないわよ。この編成は三体で完結していると言っても過言じゃないんだぜ。超開花編成って言って、草元素、水元素、雷元素を組み合わせて戦うんだぜ。雷キャラの熟知を上げるだけで、お手軽に高いダメージが出せるから。激化編成もおすすめだが、超開花編成もかなりおすすめだぜ。あと一体入れるとしたら誰がいいの？アルハイゼンや白術、勝利なんかもいいな。それぐらい自由度があるぜ。ただ炎元素を入れると、烈開花や燃焼など、別の元素反応が起こっちゃうから、注意が必要なんだぜ。それは注意が必要ね。ナヒーダは元素熟知バフと、元素スキルがかなり扱いやすい。初心者向けのキャラなんだぜ。第1位は、勝利だぜ。いろいろな人がおすすめしてるわね。それほど強いんだぜ。勝利は元素を扱う槍キャラだ。一番長生きしてる神様なのよね。勝利の元素スキルはターン押しをすると、周囲に岩元素ダメージを、与える岩柱を生成するぜ。長押しをすると、周囲に岩元素ダメージを与える岩柱を生成して、極小シールドを展開するぜ。このシールドのダメージ吸収量は、勝利の HP 上限によって決まるんだぜ。これがあの最強シールドね。この極小シールドは、全元素ダメージと、物理ダメージ 250% の、吸収効果があるんだぜ。さらに極小シールドを展開しているキャラは、周囲の敵の全元素耐性と物理耐性を 20% 下げる効果があるんだぜ。シールドを展開するだけでデバフもできちゃうのは強いわね。そして勝利の元素スキルの長押しは、岩アーマーや鉱石を破壊できるぜ。めちゃくちゃ優秀な元素スキルね。原神は死ななければ戦い続けられるので、こういうキャラは重宝するんだぜ。原神が下手になると言われている理由がわかるわね。勝利の元素爆発は巨大な隕石を落下させて、周囲の敵に、岩元素ダメージを与え、石化状態にするぜ。石化状態？動けなくなるの？そうだぜ、ボスのような大きい敵には、効かないことがあるが、必要元素エネルギーが少ないから、無敵として使えるんだぜ。隕石を降らせるなんてやってることが神様してるわね、恐ろしいわ。勝利は HP を上げると通常攻撃や、銃撃、元素爆発のダメージなどが、上がるから、アタッカーとして使う変態プレイヤーもいるんだぜ。ちゃんとした育成が必要になりそうね。勝利のおすすめ編成はあるの？難しいな、強すぎて基本的にどんな編成にも入れられるぜ。よく使われている編成をいくつか紹介するぜ。助かるわ。一つ目は、勝利、フータオ、イエラン、ユクアキだぜ。強いキャラを詰め込んだみたいな編成ね。そうだな、でも編成自体に、かなりのシナジーがあって使用率も高いんだぜ。二つ目は、荒滝、五郎、勝利、千織の岩元素編成だな。たださっきも、言ったが、どんな編成に入れても強いから、深く考えずにとりあえずで、入れても、活躍してくれるんだぜ。さすが最強の神様ね。勝利は最強のシールドと、耐性デバフ、高回転石化元素爆発を、武器に戦う私が一番おすすめする神様だぜ。ところで、これから来るナタの神様は、どんな感じになると思う？魔人任務を見てる感じ、かなり強そうな神様だから、雷電将軍のようなアタッカーっぽいキャラになると予想してるんだぜ。順位も、上位に入ってくると私は予想するぜ。どんな性能になるか今から楽しみね。意思に余裕があるなら、絶対に引いておくべきだな。今からガチャ金よ。マリサ、私はフリーナちゃんを引いてみるわ。いいセンスなんだぜ。今回の動画では初心者が優先すべき、七神確保優先度を紹介したぜ。引きたい神様を見つけられて、勉強にもなったわ。七神の魅力はもっともっとあるから、気になった人はぜひ調べてみてくれよな。ナタの神様の性能とか、
他の神様の魅力があったらぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいわ。今回はご視聴ありがとうございました。面白かった、参考になったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。それではまたねー。